アイテム番号 SCP-397JP。 オブジェクトクラスアノーマラス。セーフユークリッド。特別収容プロトコル SCP-397JP はサイト8123の収容室に収容されます。収容室には通常の設備に加え、椅子に客を備え付けてください。SCP-397JP は事前にテスト 397JP を行い、一定以上の集中力を維持することが可能な B クラス6名以下 B-397JP と表記をローテーションします。B-397JP に対しては SCP-397JP が閉じた場合即座に開かせるよう条件付けを行った上で、2人1組で使用し、8時間の間 SCP-397JP が開いていることを確認させ続けてください。SCP-397JP の異常が進行した場合のため、SCP-397JP 監視室には研究員に加え、常に対応型動物用の装備を保持した警備員を最低2名常駐させてください。説明、SCP-397JP はアノーマラスアイテムとして一度分類されていましたが、現在 SCP オブジェクトとして扱われています。以下のアノーマラスアイテム記事は発見当初のものであり、現在では適用されていないことに注意してください。説明、カーテンが取り付けられたコンクリートの壁。カーテンを閉じている間だけ、向こうに青空と草原の風景が見える。開くとコンクリートの壁以外、何も見えない。回収日、2012年3月21日、回収場所、大阪府、地区のハイホテル、現状、保管、カーテン越しじゃぼんやりして風景を楽しめんな。まあ、光が差し込んでくるから体内時計の調整には使えるかもしれんが、骨折り博士。SCP-397JP は大阪府、地区のハイホテルで発見されたコンクリートの壁を呼び、そこに設置された緑褐色の薄手のカーテンです。SCP-397JP の特異性は、向こう側に窓がないにもかかわらず、青空の下の野原と円形にある森林をカーテン越しに確認できることです。これらの特徴はカーテンを開くことで失われ、ただのコンクリートの壁及び閉じられたカーテン以外の何物も確認できておらず、また、カーテン越しに景色に対して接触した場合、窓の存在を触感によって確認することができず、コンクリートの壁のみがカーテン越しの手触りとして感じられます。SCP-397JP 越しに見える青空の風景はいかなる季節や時間においてもほとんど変化がないように見られます。ポイを参照してください。春夏秋冬、昼夜に関わらず、同じように差し込む光と青空、野原と森をカーテン越しに視認できます。もう一つの特徴として、SCP-397JP はカーテンを開けた状態であっても、人間が集中して観測していない間に一人でに閉じ、風景を映し出すことが確認されています。SCP-397JP をカメラによる観測を行った場合、数秒間ノイズがカメラに走った後、カーテンが閉じ青空の風景が映し出されていることが確認できました。カーテンに対して紐や釘、ロボットアームなどを用い、開いたままにしておく実験において、SCP-397JP はいつの間にかそれらをすべて外した状態で閉じているのが確認されました。カーテンを取り外し、金庫内にしまっておく実験において、警備員が金庫から意識を少し離している間に SCP-397JP にカーテンが取り付けられ、閉じられた状態になっていました。SCP-397JP のサンプルを検査した結果、カーテンレール、コンクリート壁のすべてにおいて何らかの特異性は発見されておらず、またカーテンは当該のハイホテルが営業されていた際にすべての部屋内に取り付けられたものと同じでした。ハイホテルの営業停止の理由は単なる経営不振であり、経営に関する何らかの異常性は現在未発見です。追加文書1、2012年5月14日、このアイテムの奥にある森に、赤と黒の色をした何かが存在しているのを天王寺博士が発見しました。この変化によって SCP-397JP は政府クラスのオブジェクトとして認定されました。以下、
この存在を SCP-397-JP-1 と表記します。追加文書に、2012年6月17日、SCP-397-JP-1 が明らかにこちらに接近していること、そのおおよその高さは周囲の樹木から推測した場合6メートルを超えていることが新たに分かりました。追加文書3、2012年7月22日、SCP-397-JP-1 が黒及び紅褐色の肌、地面に垂れ下がるほど長い腕と爪を持っている人型の生物であるということが新たに分かりました。これにより SCP-397-JP はユークリッドクラスのオブジェクトとして認定を受けました。追加文書4、2012年7月26日、SCP-397-JP-1 の接近は SCP-397-JP のカーテンが開かれている間止まることが判明しました。これにより特別収容プロトコルが大幅に改定されました。追加文書5、2000年、月、日、現在、SCP-397-JP-1 のこちらへの接近速度が明確に上昇していることが発見されました。また、SCP-397-JP-1 の紅褐色の肌だと思われていたものは、おそらく血液の付着によって変色した人間の衣服を大量に継ぎはぎしたものであることが分かりました。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。